に駒を進めました松本武尊選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。もう圧倒しましたね。あ、いやいや、ちょっとスタートがちょっと遅れてたので、うん、でも、はい、その辺はまあ気力で、じゃ あそうですね、エンジンのおかげかなと思います。どうでしょう、感触として、はい、昨日から今日という段階はどうですか。今日はちょっと結構暖かくて回転を上げるのに大変だったんですけど、順位はいい仕上がりで、はい、乗りやすさもありましたし、よかったと思います。今スタートがっていう話がありましたが、はい、そのスタート感的なものは全然問題ない。まあ、ちょっと今日はつかめてなかったですね。やっぱりスタートって日々によってちょっと変わってくる。はい、特に風やとかなんやで、はいはい、ちょっと私今節ちょっとあんまり見えてないんですけど、明日は頑張ります。ちょっとあの勝負なの、勝負飯とか勝負服とか、なんかこう優勝戦に向かうまでに何かこうちょっとこう気にすること、験担ぐようなことってありますか。ご飯は特にこれといって、はい、これといってはないんですけど、あ、少し前に群馬支部の女子の選手の皆さんから年末の平和島の優勝祝いにスパッツをいただいたんですけど、私の写真入りのスパッツをいただいて、あ、そうです、写真入りの、はい、あの前回と前々回の両方が、あ、なるほど、なるほど、写真がバンバンと入ってるスパッツ履いて、履いて、はい、明日は臨む、頑張ります。わかりました。それでは、あ、まあ、もう圧倒的な人気が予想されますので、はい、多くのファンの皆さんにメッセージをください。はい、事故なく優勝できるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。優勝候補筆頭1マークのマエストロ松本明恵選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。